私の名前はなるみ、戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今日はいい天気だから娘と愛犬を連れてお散歩にでも行こうかなと思っていた時、こんな LINE が届いたの。その LINE を見て私は目を疑った。なるみさん、聞いてください。息子の太陽が危うく引き逃げされるところでした。え、太陽くんが？大丈夫なの？怪我とかしてない？ギリギリのところで避けて少し擦り傷ができただけですけど、それでも相手の人のことを許せなくて。当然だよ。相手は誰か分かってるの？それがママ友のあやなさんなんです。あの人か。さっき LINE したんですけど、すぐにブロックされちゃって、しっかりと謝罪してほしかったんですけど、認めるつもりがないみたいなんです。ほんとあの人そういうところあるよね。私の方から LINE してみるよ、ブロック解除するようにって。ありがとうございます。私の可愛い太陽が絶対に許せません。それに他の人にも同じような被害出てるかもしれないですし。そうだよね。ちょっと待ってて、すぐに LINE してくる。なるみとあやなの LINE。 今ちょっと時間ある？なるみさんが LINE してくるなんて珍しいね。どうしたの？今日どこかに出かけたりした？突然なんなのよ。家の近くのスーパーとコンビニには行ったけど。その時さ、小さなお子さんとぶつかりそうにならなかった？ああ、なるほど、その話か。ってことは心当たりがあるんだよね。それ、言いがかりつけられて困ってるの？言いがかり？私は無実なのに、ひまわりさんが息子のことを引き逃げしようとしたでしょうとか、意味わからない LINE 送ってきて、怖いから一時的にブロックしてるんだよね。思い当たることは本当にないの？あるわけないじゃん。私信号無視とか絶対しないし、安全運転心がけてるもん。じゃあひまわりの勘違いだったってこと？そう言ったんだけどね、全然聞いてくれなくて、なんか怒ってたから、なるみさんの方からも言ってくれない？私の乗ってる車って結構どこにでもあるありふれた車でしょ？だから多分それで勘違いしちゃってるんだと思う。誰かに文句言わないと気が済まないからってことだと思うんだけど、本当に迷惑。その言い逃れは無理だよ。え？私の味方してくれないの？ひまわりさんと仲がいいからって私のことを疑うの？そういうわけじゃないけど、証拠があるから。証拠？ひまわりが写真を撮っていたの。はあ？そんなはずないじゃん。だってあの時いなかったもん、ひまわりさんは。男の子一人だけだった。なんでその時の状況を知っているの？まるで見ていたみたいだね。いや、ひまわりさんの LINE の感じからそうなのかなと思って。ひまわりはその時ちょっと離れた場所にいたんだって。旦那さんの会社の知り合いの人に声をかけられて軽く挨拶してたらしい。それで太陽くんのところに戻ろうとしたら、目の前で信号を無視した車が太陽くんにぶつかりそうになってたのを見たって。ふーん、でもそれが証拠になるの？口でならいくらでも言えるじゃない。ひまわりはとっさに携帯を出して写真撮ったんだってさ。さっきその写真見せてもらったけど、ナンバープレートはあなたの車と全く同じ。あ、そうだ、思い出した。今日旦那の会社の人に車貸したんだった。はい？旦那の後輩だったかな、車を貸してほしいって言われて少しの時間貸してあげたの。まだ言い訳するのね。言い訳じゃなくて事実だもん。残念だったね。ナンバープレート、それからあなたの顔もしっかりと写ってる。はあ？車の後ろを撮っただけじゃないの？ひまわり無意識のうちに写真連写してたみたいで、あなたが左折した時にしっかりと顔が写ってる。ふぅ、めんどくさいな。そうやって後出しして、ちょっとずつ出してくるのやめてくれない？そもそもあなたが嘘をつかなければいいだけの話でしょ。太陽くんこけて怪我しちゃったみたいだよ。だから何？だから何って。私別に信号無視じゃないよ。信号が点滅しててもうどうしようもなかったの。それに別に引いたんじゃないんだからいいじゃない。もし車と接触してたらこれだけで済むわけないでしょ。そもそも子供とぶつかりそうになったって分かってるならなんで言い逃れするの？マジでめんどくさい、そういうの。はいはい、ごめんなさい、悪かったです。これで満足？謝るのは私じゃなくてひまわりと太陽くんにでしょ。小さい頃なんて怪我してなんぼみたいなところあるでしょ。しかも男の子ならなおさらね。ちょっと怪我したくらいでピーピーわめいてんじゃないわよ。私が言ってるのはあなたの態度の話。申し訳ないとかそういうことは思わないの？
さすがにひき逃げとかだったら申し訳なく思うかもしれないけど、ぶつかりそうになりました、こけました、怪我しました、だから何って感じ。自分の子供が同じようなことにあったらどう思う？自分の子供は何も悪くないのに、危うく車にひかれそうになったらどう思うのよ。運が悪かったなぁと思うなぁ。ぶつかったとしたら相手からたくさん慰謝料もらえるし、それもありかも。あなた本気で言ってんの？嘘でこんなこと言うわけないでしょ。命があれば何でも OK よ。相手から慰謝料踏んだくって豪遊しちゃうわ。同じ母親として信じられない発言だわ。別に信じてもらわなくて結構ですけど。そう、あなたはそういう考え方なのね。謝罪するつもりはないってことね。だって別に謝るようなことしてないもん。かすり傷程度でわめいて LINE してくるとか頭がおかしいんじゃない？なるみさんからもそう言っておいてよ。何ですかその言い方。え、ひまわりさん？だる。ひまわりとはさっき合流して私の隣で LINE を全部見てた。よくもそんなことが言えましたね。太陽に謝罪しないだけじゃなく、自分のお子さんが怪我してもいいだなんて本当にありえません。そうやってさ、二人で仲良しこよししないと自分の意見も言えないの？あなたが LINE ブロックするからこういうことになってるんじゃないですか。わかったわかった、ごめんなさい。これで満足でしょ？そんなふざけた謝罪なら受け取りません。そもそもなんで私が悪いみたいな感じになってんの？あなたの息子が信号無視したかもしれないでしょ。私はちゃんと見ていました。太陽は信号無視なんかしていません。信号無視していたのはあなたの方ですよね、彩菜さん。大げさにいろいろ言いすぎ。もうこの話はおしまいでよくない？私も暇じゃないんだけど。あなたが大ごとにしていることに気づいていますか？その場でごめんなさいって謝罪すれば終わる話だったのにね。何度も謝ったじゃない。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。これでもまだ納得しないの？それって逆に煽ってるよね。別に。ふざけた謝罪をしたら私たちが怒るって分かってて遊んでるじゃないですか。もう面倒だからこの際はっきり言うわね。私別に子供って好きじゃないのよね。特に太陽くんみたいなタイプは。太陽があなたに何か迷惑でもかけましたか？元気な男の子って感じでうるさいじゃない。子供好きじゃないけど、まだ女の子の方がマシ。おしとやかで可愛い。それに比べて男の子たちはすぐ泥遊びとかして汚いし、鼻くそとかほじって食べてそう。な、太陽はそんなことしません。とにかく私男の子嫌いなの、小さい子は特に。もしかしてわざとだったんですか？太陽を狙っていたんですか？それはさすがにないけど、あんたの息子が前方不注意だったのよ。あのガキが信号を無視して突っ込んできただけ。こっちの方が被害者だわ。絶対に許さない。地獄を見せます。は？ひまわり、気持ちはわかるけど落ち着いて。けどこんなのあまりにもひどいです。太陽は何も悪くないのに、どうしてうちの子が怪我をしなきゃいけなかったんですか？それにこの人の態度。気持ちはわかるんだけどね、一回深呼吸しよう。なるみさん。じゃあめんどくさいから解散。グループライン解散すればもうラインできないしね。それじゃあバイバイ。あ、ちょっと待ってください。これ以上火に油を注がないでよ。ゆりとひまわりとあやなのライン。逃がしませんよ。また別のグループライン作ってきたの？めんどくさいわね。とりあえずまた大会。それはできませんよ。え？私はあなたがいくら LINE のグループを解散したとしても何度だってグループを作ります。ブロックしてたら意味ないでしょ。あれ、そういえばグループって普通入るときに自分で選ばないっけ？さっきからなんで強制的にグループの中に招待されてるんだろう。私がグループを作成しましたから。そんな特別なグループの作り方あるの？そんなことより謝罪してください。太陽に誠心誠意心から。そうですよ、早く謝ってください。そんなのただの自己満じゃない。謝罪して何になるっていうの？私もここまでことを荒立てるつもりはありませんでした。でもあなたの言動はひどすぎます。私以外にも同じような被害者がいるのかと思うと。そんなことよりどうやってグループラインに招待したか教えてよ、ゆりさん。私はなるみさんのことが大好きなので、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。
その過程であなたの LINE を覗き見たり、あなたの携帯をハッキングすることは簡単なんです。わかりましたか？それじゃあ謝罪をどうぞ。いやいや、何それ、さらっと言ったけど気になるって。どういう原理なの？本当に私のことを監視してるの？今この話は関係ありません。いつも子供たちを狙ってあんなことしてるんですか？今日はたまたま急いでいただけよ。命があるだけいいじゃない。ぐちぐちうるさいわね。あまりにうるさくすると今度は命奪っちゃおっかな。あなた、なんてこと言うんですか？ひまわりの前でそんな冗談でも。なんで、なんでそんなひどいことを言うんですか？私の太陽が何かしましたか？あなたに迷惑をかけたわけでもない、いい子にただそこにいただけなのに、あわや車と接触しそうな、そんな危険を味わわせて、もう許せない。落ち着きなさい、ひまわり。許せない許せない許せない。めっちゃ怒ってるじゃん。あなた、そんなふざけた態度取っている場合ではありませんよ。ひまわりを怒らせたら一番恐ろしいですから。え？ひまわりさんなんて怒っても全然怖くないじゃん。落ち着きなさい、ひまわり。ほーら、あなたの大好きなお菓子ですよ。いっぱい買ってきたんですから、ほら食べましょう。許せない、私の太陽に。許せない許せない、子供の敵。今度はしっかりとぶつけてあげるね。でも慰謝料なんて払わないからね。黙りなさい。危ないわね、あの自転車。いきなり猛スピードで走ってくるから慌ててこけたじゃない。手をすりむいた。早く謝らないからですよ。天罰だとでも言うつもり？あんまり笑わせないで。命があればいいんですよね。命さえあれば。じゃあ命がなくなる寸前まで痛い思いをしてもいいってことですよね。え、別にそこまで言ってないけど。うわ、なんなのよあの車、危ない。さっきの自転車といい、ここの治安どうなってるのよ。ひまわりを怒らせるからです。ひまわりは運がとても良くて、ひまわりに迷惑をかけるとあなたには不運なことが起きます。早く謝罪をして許してもらわなければ。あなたは、もう謝ってもらっても許しません。絶対に許しません。私の可愛い太陽の敵。キャー、痛い。人がぶつかってきて階段から転げ落ちた。痛すぎる。信じられないけど、これだけ不幸なことが続いたら信じるしかない。ごめんなさい、わかったわ。心から謝るから。許さない許さない許さない。もう声が届いていません。ひまわり、聞いてますか？ひまわり、私の太陽に。待って、車が突っ込んでくる。いやいや。ひまわり、太陽くんが呼んでますよ。え、太陽が？お母さん大好き。お母さんと結婚するから、お母さん今すぐ来てらしいです。え、太陽が？私も好き好き大好き。今すぐ行くからね、太陽。はあ、危なかった。はあはあ、もう少しで車と接触するところだった。ひまわりさんは怒らせちゃダメだ。もう少しで命が。これでわかりましたか？もう絶対にひまわりを怒らせてはいけません。と言っても、もちろん私の方で処分するので、あなたの命はないんですけど。今のうちに家に帰ろう。外は危ない。車のエンジンをつけて早く家に。ギャー！あ、事故った。ユーリー、太陽私のこと呼んでなかったよ。結婚？何のこと？って言ってたけど。あら、すみません。空耳だったみたいです。そんな。あ、そういえば彩菜さんは？事故に遭ったみたいなので放っておきましょう。あらあら、危ない運転ばっかりしてるから、そういうことになるんですよ。ふん！あ、さっき言ってたお菓子食べようって、どこにあるの？そういうことは覚えているんですね。はぁ、なんだか今日はどっと疲れました。勝手に食べてください。え？一緒に食べようよ！助けて、誰か、ひまわり、さ、ダメ、絶対。怒らせたらダメ。その後、彩菜さんは交通事故を起こして、そのまま病院に搬送された。彩菜さんは道に沿って走っていたのに、いきなり車が浮いて壁に激突したなんて意味のわからないことを言っているみたい。彩菜さんの体はぐちゃぐちゃで、あちらこちらの骨が折れていたとか、半身不随になってずっと寝たきり生活、
彩奈さんと旦那さんは離婚の話を進めていた段階だったらしくて、その後すぐに離婚した。彩奈さんは奇跡的に命はあったけど、これから先の人生は大変なことになるだろうね。自分の面倒を見てくれる人もいないし、いろんな人に迷惑をかけすぎたせいで耐えれる人もいないらしい。彼女のこれからの人生はどうなるのかな。でも彼女言ってたもんね、怪我をしたとしても命さえあればそれでいいって。言っていたことがそのまま自分に返ってきたわけだけど、彼女は今も同じことを笑いながら言えるのかな。これはまさしく因果応報だよね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。